KBP-OV-96 は1990年代初頭にロシアの KBP2 ラ機械製造設計局が開発したセミオート対物ライフルである。試作名称の V-94 で故障されることもある。最大の特徴は東側諸国で広く用いられている 12.7X108mm 弾を用いることである。これは西側諸国で 大物ライフル用に広く用いられている 12.7X99mm な当弾と後継は同じだが、装薬量が多いため弾丸が高所速で飛び、より長射程になり、貫通力も高くなる。専用の B-32 装甲貫通弾を用いれば、1200から 1800m 先の軽装甲車両を破壊することが可能である。作動機構は、 ガス圧作動の回転式ボルト閉鎖式である。銃弾は5発入りの箱型断層に収められている。外見は、大物ライフルとしては、一般的で、重心下に短い2脚があり、取っ手を有する。マズルブレーキは、角形のものと、筒型多項式のものがある。重心と機関部はヒンジで連結されており、運搬時には、折りたたむことができる。大行の狙撃眼鏡をはじめ、 各種暗視装置を装備することが可能である。コンバットライターの笹川秀夫が死者した際には、1500メートル、先の T-34 戦車のフェンダーに命中し、貫通していたという。ありがとうございます。